小さい頃からずっとアイドルになるのが夢でした。なのでダンスを習い始めました。 LA に来るにあたってすごく悩んでんですけど、例えば周り、私高校生卒業してからこっちに来たんで、周りは大学に行ったり語学学校に行ったり、最初はヒップホップの服がとても好きだったからだけど、今はすごく自分の性格と合ってるなと思うからです。私たちが所属するザモブというグループは LA のダンスカンパニーです。私たちはシューティングやイベントに向けていつも練習をしています。アメリカ人は、すごい自分の人生を楽しんでそうだけど、日本人はあんまりこう他のことに気にかける余裕がないから、仕事でいっぱいで、そこが違うと思います。ヒップホップとかたくさんの音楽を聴いてると時間を忘れるぐらい私は入り込みます。YouTube やテレビを見てるだけではなく、直接アメリカに来て経験を積みたいと思いました。だから私はアメリカに来ました。ダンスを踊ってる間は、サワちゃんと一緒で、どんな嫌なことでも忘れられます。ダンスをしてると超楽しくて、もし嫌な気持ちだったり悲しい気持ちだったりしても、ダンスをしている間は忘れられます。できるだけ長くダンスをすることです。人生は一度きりだから